はい、えー、ひとつき万歳清水です、えー、大行、逮捕者が出てしまいました、はーいえー、執行役員の方がですね、えー、逮捕されてしまって、ですね、一気に五輪疑惑、ね、国葬当日の日にですね、安倍さんが持ってきたオリンピック、こちらですは、ねえー、逮捕されて、ですね、かつ高橋治之容疑者、3度目の正直ということで、3度目の逮捕ということで、もうそろそろゲロっちゃった方がいいんじゃないかいというふうにね。 話をしたいというふうに思うんですけどもなんで本間さんと話そうかっていうふうに思うかっていうとですね本間さんは日本で一番オリンピック問題ずっと叩き続けて分析し続けてね、うん、えそんな本間さんただし電通も批判してるから鈴木エイトさんのようにテレビに出ることはまずないというですね、えー、本間さんが見れるのは YouTube だけということで本間さんよろしくお願いします。よろししくお願いいますいやーあののー、これね、うん、元白報道の本間さん、ね 敵、えー、にはですね、博、えー、報堂時代にです、ね、お付き合いがあったお仕事仲間のですね落合さん、こちらがですね大行の、えー、社長さんをやられている、なんでかっていうと、大広は博報堂の100%子会社、それで落合さん逮捕されるんじゃないか、大丈夫か、大丈夫かというふうに思ったらですね、なんか、ようわからんおっちゃんが逮捕されましたね、なんか矢口執行役員っていう。あ、これは矢口って言うもんだ、谷口,な,谷口なのか、矢口なのかわかんないですけど、どっちにしろ、はい、うん。 落合さんじゃなかったね執行役員っていう人はねああよ,よかったよかった知り合いが逮捕されんかったわしかし皆様角川のお話を思い出してくださいまず最初に室長と専務が逮捕された後に俺はやってないよ社員を信用してるんだって言った後とに合唱角 <laughs> 川つぶひ彦さんねはいだからまあまだもちろん安心はできない、ね、安心はできない多分ね今ねアマゾン頼めないと思うよ落合さん あ,さあ,さあピンポンってなるじゃないですかピクッつピクッいや置き配にしといて,て <laughs> 全部置き配全部置き配ピンポン鳴らすのは絶対ってして余そうと鳴らしてあげる何でかっていうとです、ね、皆さんピンポーンはいすいません東京地検特捜部のなりです。なり見つけろって言ったらギャー <laughs> ああ まあ、予定鳴らしていけない。うん,うん。<laughs> かわいうん。だよ、さあ。だけど、この、あれ。そう。この。事件の構図。うん。ってやつを見てると。なん代行だけで、こんなにやるの。<laughs> 代行だけで、こんなになんか、いろいろあるんだけど。でもさ。約千五百万円を。うん、コモンズツーに送ってるわけじゃない。うん。うん。 これ、執行役員のこの谷口さんか矢口さんか知らんが、うん、この執行役員の一存で1500万円、パーンとてり込むことできるのかなっていうね。いやー、大企業は違いますなやっぱり。ねいや、大根、そんなことできるような大企業じゃないと思う。<laughs> ちなみに、あの、博報堂はどうなんですかね、1500万円とかの送金。 になったら、えー、執行役員とかの決済でパーンってできちゃうもんなんですかパーンって。博報堂だったら。まあできるかもな博報堂だったら。とするとですね博報堂の大体売り上げが10分の1ぐらいなんですよね大工。うん。博報堂は1億5000万の送金執行役員決済でもパーンってなって後から間違っても役員会とかでお前何やってんだって全く追及されない太っ腹な会社なんですか いや、それは無理だ。お聞えるのは無理だ。<で><う>ってことはね、企業サイズから考えると、やっぱり。株価と一緒か。ね、上の反ンをしてんじゃねえか、落合さんのハンコが。ん<ー>ってなるけどな。なるね。うん、これ、千五百万、千五百万十。この執行役員の一存で。うん、パパーンと送り込め。 しないだろうなあっ何かでも3回ぐらいに分けて送ったって書いてあったねでも500万ポンポーンポーンっていや別に分けようが決済のハードル変わんないっすよそうだな <laughs> 別に <laughs> 分けても <laughs> んまあうん直感的に言うとうん この執行役員が1人で動かせる金じゃなさそうな気がするけどたださ一応なんだっけえコモンズ2の代行じゃねえや高橋さんと代行の間にはなんかコンサルティング契約があったんだよな確かにそれの多い も難しいかなまあともかく、うん、社長が全く何も預かり知らなかったっていうことはちょっと難しいような気がするんだけど難しいだろううーんでもなんか落合さんは割と口がうまい人だから適当にうまいことを丸め込んだのかなうん検察を <laughs> それは無理だろいくらなんでも <laughs> <laughs> あーいくら落 <laughs> ち合いが手八丁口八丁っつったってっちょっと難しいよねまあもちろんねあの捕まらないことを祈るんですけど、うんうん、ちょっとこれ、うん、ち,ょちょっとちょっともりがあるような気もするうん、うんうん、執行役員お一人、うん、これだと執行役員の犯罪になっちゃうんですね は無理ですよ、うん、そして、ね、公約員かまあ少なくとも幹部の責任なんだったら株主総会では詰められる話ですよこれ十分でしょあいつ一人がやったんすよっていう風に俺知らんからうちむしろ被害者やって言ったら株主が怒られますよち <laughs> てうか要するに百歩道が怒られますよそんなこと言ったら <laughs>、うん、だよねうん うーんこれはちょっとどうですかね。うん難しいけどな。うん、まあでも本当のなんていうのか。まあなんかこの執行役員の谷口さんという人はすごくやり手だった。うん、で、えっと ECC だっけ ?ECC ね。ECC の担当者でもあった。うんいうことで。 でまあ、東京オリンピックを、まあ、言っちゃあれだけど大行ってさ、うん、まあその、うん、と関西で商売やっててうん、うん、そんなに大企業の仕事をやってるわけではない、うんまあ、あとね会社の規模がさ売り上げ的には全然小さい、うん、で,でもそういう企業によってはとっては東京オリンピックの業務を行いました うん、みたいなのは、まあ、一応白付けにはなるよね結局でハクオだと電通のライバルっていうことになってるから、うんえー、表だって電通の下で仕事をするってことはまずしないけど代行ぐらいだったら、まあ、電通のに捨て口もらって、えー、ちょっと働き回した ってなってもうん、うん、なってもでも一応東京オリンピックの何かの仕事をしたっていうさ、うん、まあその箔付けの方がいいかなと思って選んでるのかもしれない、うんなるほどって感じだよねまあ一応ね大きなイベントやる力あります読みたいなね、うん、実際ないけどないけどねうんもちろんないけど まあ一応それでもほらかけるわけじゃん。なんか会社の。まあねあれでさ。まあ膨らますもんですよこう。うんでしょうん。大体ああいうのってみんな膨ら膨らましこう。膨ら,こね、膨らましくね。まねプーって入れてプーってパーンって破裂しちゃったみたいな感じですけど。うん。まあだから <laughs> もう結局これ破裂しちゃってるんだよね。うん。まあ無理にやったわけですよ。うん。 やななくてもいいことでなんか電通が怒ってんだよね<笑>そう。笑っちゃうんだけどさいろんな記事読んでたらさ。はっ<局>電通が怒ってるってどういうことっていう。結局その代行の社員を何人か多分送り込んだと思うんだけど、うん、当たり前だけど仕事なんかできないでき,る、うん、できないからなんか電通の社員が。 代行の社員に切れていたって。<laughs> なんで俺たちがお前のお前らの面倒見なきゃいけないんだっいや、それはそれでね。なんつうか。まあまあ、なんていうかさ。うん。その現場に送り込まれた代行の社員の皆様、ご出所さまでしたっていう、ね。かわいそうにね。なんかわいそうだよ、ね。 うん、なんか、電通にバカにされてな、なんか使えねえもう代行なんて、お前、オリンピックがなくて、高橋元理事の力なかったら、お前らなんか、電通様の視界に入ることすら許されねえんだよ。あはごどの子が来じゃ、ふざけてんじゃねえよ、このゴミが、ぐらいの感じの傲慢さを持ち合わせていると私は信じておりますよ、電通マンは。 だらそうだ思 <laughs> ってるるっってて当然持ってるてますかやっぱりうん、うん、私今勝手な想像で喋りましたけど <laughs>、ね、誰かインタビューしたのかなとった <laughs> <体>電通の視線を常にこういうふうに見てるから <laughs> この足元ぐらいで白報堂がかすかに見えるんですよこうやって「ああって「そうなそうそうの白報堂の子会社ってお前なんですか?」っていう <laughs> まあそう思ってる間違いなくそう思ってる うん、でそこにだ <laughs> 普通なら代行は何のお仕事ももらえないんだけど、うん、まあそのいわゆるカテゴリーえっとオリンピックサポーター、うん、うんって言われる一番一番下の、うん、もうあれぐらいになるとさ電通面倒くさいんだよそ、うん、のほら。 例えば、稼働カーがいくらだっけ ?5 億円だっけ、えー、?3 億8000万にしし。青木が五億,億で、賄賂が2億五千万。だよね。うん。電通にしてみたら、一社で契約で5億とか3億とか、はっきり言っても全然めんどくさいも、まあ、こんな。 あー、お前のまあ、反抗するだけ疲れる、みたいな。桁一個変えてきてよ。こんなわけわかんねえもん、しょっぺ仕事は箱ほどに任せていいんあ、箱ほどですらないの大工さんって何ですか大阪の会社だから大工なんですかいや、そうじゃなくて大きく広がる。大きく広がってないですよね売上うちの50分の1ですかすごいです、ね。それで大きく広がるって言えるんだ。大阪ってマーケット小さいのかな俺ちょっとよくわかんない。やっぱ東京、東京の仕事がいいんですよ、みたいな。 えー、ただ今のは勝手な電通イメージの発言でございますので、取材の行こ8割、9割ぐらい合ってると思う。合っちゃってるんだ。やばいですね、電通。<laughs> これ。まあ、あのー、大体そんな感じだと思うんだけど。<laughs> 大体そんな感じ。<laughs> で,もまあ、で、で <laughs> だから、このオフィシャルサポーターのさ、一番下に <laughs> ある21社。うん。結局はさ、 一社の,そのスポンサー料が3億円とか5億円とかさ、うんまあ、はっきり言ってしょ,しょっぱいわけよしょっぱいのね電通にしてみたらさもうさだってそういうのだってちゃんと契約書結ぶから、うん、細かい契約書結ぶからさいろいろめんどくさいのよ、うん、ああいう、うん、もうその契約書ってほら例えばじゃあ、うんえー、なんかうんとスポンサーしてる間に、うん、じゃあ青木の k i の卒作って売りますとでも青木側はさそれをさ うん、オリンピックが終わった後も、なんとかさ、翌年の3月31日ぐらいまで売りたいわけだよ。うん、だけど、電通は、あれ、女の子は、12月31日までしか売れないよってことで、うん、そこでまた、いろいろやる、うん。そういうのいちいちすごいめんどくさい。うん、だけど、これがゴールドパートナーとかみたいに、100億円ぐらい払ってくれてるっていうのは、ああ、それはもう、も,もう、もう、もう、おっしゃる通りでございますって言って、やるよ。 3億円、ねうん、あーもうめん倒くせえなーってさあ30億の消費税かかってまあ,あそういう感じああじゃ,じ,ゃ分かったじゃあ代行にやらせといてやらせといてっていうね <laughs> あのすごーく上から目線で嫌な話してるんだけどこれ電通,にと電通の目線だからでそれであのなんかこのね TBS 番組の中で代行幹部がもう現場ではどうしようもないんだけどなんでお前らなんか入ってるんだよって電通さんに切れられましてみたいなことですね <laughs> で。で TBS もそれさ電通にこんなことありましたって裏取ることなく多分 TBS も電通だったらそれぐらい言うだろうみたいな感じでその放送 <laughs> してるっていう <laughs>。やばいでしょ。 <こ>れああ何の裏取りもねえもんな <laughs> でもまあ電通だったらそれがやるっしょみたいなうんそういうことだよねだからこのオフィシャルサポーターのカテゴリーってみんなそうなのよ、うん、金額的に多分うん、うん、だから大行とかさ読み広とか東急エジンシとか入ってたって、ね、おかもちろんおかしくないんだ、うん なんかな今日の朝日の記事がさ、うん、なんか大根だけじゃないみたいな匂いのする書き方になってたけどねふんわりと、うん、カホル、うん、おおそれはやっぱり子供が悪さしとったんでしたら親も関わってる可能性ありますさかいねこれちゃんと大根さんの親もチェックしないと飽きまへんなあそういうことになるよ。 僕の親はハク堂って言います。ハク堂ードちゃうかついにこれでもうフルセットやでデッツハクホードエディケタうわうこれはヤバいます,ますます救いがない感じだで。これはヤバすぎる。まあさ、俺ずーっと言ってたんだけど。うん、この 雑多ないろんなオリンピック業務の中で、うん、電通にとって一番儲かる部分はどこだったのかって言ったら、うん、それは二つあって一つがこのスポンサー業務、うん、もう一つはテレビで、うんね、テレビ CM でね。うん、でこのスポンサー業務獲得業務っていうのが結局何がおいしいかって言えばスポンサーに選定すれば。 そのオリンピックスポンサーの仕事すべてを電通が扱うことができる。うん、で要するに例えばそこのどこでもいいけどえー、っとゴールドスポンサーだからえー、っとあれエネオスゴールドスポンサーだっけエネオスはゴールドですねはい。まあ、だよねあの最近沖縄でチョークスリーパーしながらおっぱい揉んだせいで会長が辞任したところでしょうんそえすかうそ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 う。 いや本当は箱がやってる通常の業務は箱戸がやってるん、うん、だけどオリンピックは全部電通投資にしないといけますん。うん、っていうことはさもうほとんどオリンピックイヤーの年はさほとんど電通としか仕事がないぐらいになっちゃう。うんうん、でオリンピックが終わった後ももう引き続き「箱戸なんかいいじゃないですか」ってもうこの23年ずっと仲良くやってきたんですからっつって、うん、後釜に座っちゃうっていうさ。 そうそうそれが狙いなの、うん、それが狙いなのだからあのー、スポンサー選定ゲームっていうのが一番近、あのー、美いしかったはず、うん、しかもそのスポンサーをスポンサー料金で例えばまあ5年で100億円もらったとしたら、うん、その20%が電通のマージンになるわけだ、うん、ね 億億もらっらったが電通のすごい荒々な言い方してるけどはでもマージンでポカンと入ってくるわけよ「うらやま」じゃなかったけしからんなとまあでもそのこれマージン業務はさ広告代理店のまあ一つの大きなあの収益の柱なんだよねだからこのスポンサー業務っていうのはもう本当にこれ生命線これが電通の一番の 儲かりどころであったわけだ、うん、で大工はその隅っこに置いてくれまへんかってきたわけよそ <laughs> の隅っこの方にお土産が ECC い半い言うんですけどこれでなんとかなりませんがねたこ焼きも追加しときます高井に何言ったぞ東京の電通さんにはよろしくお願いいたしますって、うん、高井さんに言ったんだなあでたこ焼きは開催でさつたばだけ受け取ったんだ、うん、あ、うん で高橋さんが組織委員会に電話して、まあ、組織委員会に電話してって組織委員会のマーケティング局ね、うん、だからこのねこの表この表なんだけどさ、うん、大会組織委員会、うん、大会組織委員会とうーんなんだろう高橋、うん、との間にさあれがないじゃん。 いやジュがああそうね、うん、ないねだから組織委員会にも働きかけをしたはずだしねうん、うん、当然、うん、で電通と大会組織委員会今別の,別の組織のように書いてあるけど電、うんまあ、通、まあ、それはもちろん会社は別だけど、うん、大会組織委員会のマーケティング局なんてほとんど電通が仕切ってたわけ一体ですからね一体だからね、うん、なんて言ってくとねなんかすごいこの表がねまた なな感じになっていくわけまあ大変なんですよ私もパーポ作ったけどさ、まだありとあらゆるところが金もらいすぎててもうなんかもうちょっともうわけわかんなくなってくるんですよねこれ作ってるなん,、うん。<laughs> これさすっごい作るの大変だった、うん、<laughs> しかもこれ代行ルートだけだからね代行、ね、ルートだけでこんなにあったらもうちょっとね私あの、えー、これもう作る気失せました無理な。 もうこのこういうチャート図書くだけで50ページぐらいになっちゃうよこれ、そのうち。すごいよだんだんわかんなくなるけどね、あの最近ちょっと有名になったぬいぐるみは、えー、とこの大根絡んでたっけな、いやいや、そうじゃなくてイッシーシーで、ぬいぐるみあのサンガローで。 でそこがあのコモン頭通貨受け取ったの、いや、コモンズじゃないんですよ、なんかあのゴルフ仲間のところから現金経由でって。コモン頭気をつけないとすぐ真っ黒だって、もう、うそうそ <laughs> じゃあ、青木はコモン頭痛払ったんですよ、いや、a は直接払ってて、コモン頭痛使ったのは角川なんですよ <laughs> って言って、もうなんかそういう、うん、なんかもう、わけわかんない感じで。いや、これ大変だよね、うん、本当ね。 つまりさそれぐらいあの別々のお財布を用意ちゃんと用意してるっていうことだった、うん、お財布をね、うん、まあでも本当ね、あのー、だからこのスポンサー業務が電通の金儲うけの芽なんだから、うん、ここで絶対に不正が出るはずだとは思ってたわけ全くその通りになっているっていうね、うん、だってここが一番儲かるんだもん うんやれやれだからそこにねちょっとあのー、一丁かませてちょうだいよって言ったらいくらでも集まってくるで、うん、怖でもこのスポンサーがいなかったらオリンピックは開けないんだ今のオリンピックうん、うん、ロサンゼルスオリンピック以降そうなっちゃいましたねうん、うん、アマチュアの祭典とか言われたのが懐かしいですねねうん で、とにかくスポンサーから巨額の金集めてるからできるわけです。うん、スポンサー様がいなくなったらオリンピックなんか開けたら、いや、全然開かなくていいけど、うん、どうでもいいけどさ。でもやっぱり、そこのところ、うんあのー、今後はやっぱりそこをちゃんとどうやって管理するのかっていうのが問題になるんだけど、うん、俺はもう別にどうでもいいと思ったら、日本で開かなきゃいいだけだ。<laughs> いや、本当だよ。 札幌オリンピックとかもなしで、なしなし。なしでいいから。なしでいい。もう。うん、やるから大変なんやるから、なんかさ第三者委員会とか、作りますかとか,なか、などこれからいろんなことやんなきゃ。うん、やんなければ。やんな,けなくいいん。うん、何もしなくていいんだよ。うん。うん、何もしなくていい。あ、うん、それ、やんないのが一番。<laughs> やれば、必ずこういう問題が起きる。まあ、違い,い。 だって、これもう本当に絵に描いたように、ね。まあ、高橋っていう人。がちょっと特別すぎるっていうのもあるんだけど。うん。うん。ただ。これ別に高橋だけが儲かってんじゃないから。うん、なんかう。うん。要するに。たった、たったって言い方すると悪いけれど。たった三億五千万円。ですけど。ええー。三億五千万円とこだっけ。三億八千万円が角川です。えー ああカドかね最三億,億,、はい、億円が青き ECC は七億,億,億とか言われてるねうんうんね ECC の方も高いわけじゃうんうんね ECC だってさまあ七億だってワイル少ないじゃないですか ECC とか青きに比べてあ違う違う青木とかカドカに比べて ECC ワイル少ないでしょそうねあのー、青木はえ五千百万円カドカは七千六百万円ねで代行に関してはですね千五百万円ぐらいだから ECC が「いや値切、ね、ってもねー7億までっすわー」っていうふうに言って正しいことをすると高くなりたくさん賄賂を送ると安くなると分かりやすすぎるだろこれんやこれあー分かりやすいっていうかさまあこれで結局ねそのさっきはさそのオフィシャルサポーターなんて電通にとっちゃどうでもいいみたいに言ったけど、うん、それでもだ それでも例えば7億円の、うんえっと、スポンサー料を契約してくれればそこから20%を「は、うんはいだま」うーって、うん、ここ抜いていくわけだうん、うんまあねうんなんつうの「えそれで何その面倒は大根が見てくれんの?」って言って「うん、<laughs> あじゃあいいか」みたいな感じでさ入れとくわけじゃないでも使えねえなてめえとかってバーセ浴びせられるでしょつら <laughs> <laughs> 大変ですよそうそうだからその金な電通は電通で小さいとはいえだ、うん、一応ちゃんと管理手数料引っこ抜いていくわけだから、うん、ね高橋がどっか怪しいなんかよくわかんないけどなん,えなんで高橋さんが ECC とか連れてくるんですかとかさ、うん、あまあ ECC EC、e、はあれかあ ECC だ パーク24だったら武田紬数がいるからわかるけどもみたいなさうん、うん、でもでも電通は連れてきてくれれば管理振興料20%引ける抜けるから、うん、別に文句はない、うん、文句はないただそこに代行みたいのがやってきて代行いや ECC の面倒は代行に見させてやってほしいんだよねーとかなるとめ,あめんどくせえな こんな細けい仕事なのにもっと先輩ががツラとか貸してからめんどくせえどうせワイル持ってんだかるよ俺もやりてえからみたいな <laughs> 多分そういうの <laughs> まあそういうことかね <laughs> まあそういうことですでまああのちょっとね電通いじでだいぶ盛り上がりましたけども、はい、そもそもなんで検察がこんなに頑張ってんだとね今日と明日あたりにですね結構大きい逮捕とか動く可能性十分あります ままだだあああるるのね、はい、ありますまあどれはあるだろうけど、はい、私はですね、えー、いろいろ聞いておりますけどもその動画がまだ公開できていないのでこれちょっとまだ言えないです <laughs> 言えないんですけどもいろいろ動くんですよでなんでなのかって言ったらね検察はやっぱり森喜朗に到達したいんですよだろうねああもうんそのためだったらもうあれもこれもそれもこれもこれもそれもやーっつってももう逮捕しまくってる。 なんか朝日新聞のねあれに書いてあったけど検察は公平性を重視しているって言ってるんだよねで「あのン・アロー800万円でもちゃんと家宅捜索するだとってことは他のところだって悪いことしてたやつは悪い子いねえかって感じで安かろうがなんだろうから褒めこぼしはないと全員あげてやるんだとこうそういう動きで,で森とあとね武田恒和ですよ<う>武田 ああいつもあげたいね、うん、で今ね森と武田だったら当然武田の方が逮捕しやすい、うん、だからホップステップジャンプのホップの部分が高くしてステップの部分が多分武田だよでジャンプってやって森を狙ううん。でそのジャンプが届くかなんだよこれ。 武田はそろそろ来ると思うよ。うん。うん、いいね。うん。武田でもあれなの正直のやつなんてだけどさ。まあ時効だよね。時効だよ、ね、うん。なんかじゃあ別のもの何かがあるわけ<さ>まあだからパーク24から金が還流してるとかそういうやつか。あるでしょう。でもっとやばいの出てくるかもよ。パーク24からもらうんだったら監査役報酬でいいじゃないですか。うんうん 高橋容疑者のゴルフ仲間の友達の武田さんの会社とかなんかそれあと一般社団方針武田恒勝事務所って謎のがあるじゃないですかあ,あ,あったねあれなんだとあったねでなんかえらい呼吸マンションフォーマットシリーズのところに白金台にドーンってあってで誰がいるのっつったら嫁はんと2人だけってこれおかしくね <laughs> おかしくね <laughs> いいねね あもう下手するとこの動画が公開される頃には何か所の動きがあるかもしれないですよ。うんいいですね。素晴らしいよね。うん、ねそれが「高橋ホっプステップ武田ジャンプ森」な <laughs> <す> <laughs>、うんていうまあ昨日ね、屋葬、うん、があるのにもかかわらず、うん、まあ大阪で大阪だったけどね一、うん、人逮捕して。うんうんうん まあ、高橋はさ、だって東京拘置所に入ったままだから、うん、別に取り物はないわけ、うんうん、まあ、国葬んなの知らんねえよっていう、うん、まあ、検察のね、さ<あ>心意気をきのペロッと見せたわけだけそう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 。うん、ね昨日の昼間なんかは、あこれやっぱ検察も今日はねえかななんて思ったあ大阪ならやるんだっていう <laughs>。そ,そうそうそう、まあ、そうだな。うん 大阪だからできたっていうのもあると思う。うん。だから、エディケールートじゃなくて、代行ルート先にして、うん、大阪でとっ捕まえてみせた。じゃあ今日か明日には。エディケかパク24かンジ高橋かあじゃカ田かャ田はぜひやってほしいよね、つね。うん、ああいうなんか名前だけでさ。うん 生まれてからのこの名前だけで世間を渡ってきたも。世間を舐めてんじゃねえか、お前。い,いや、べろんべろに舐めてるでしょ。ねえ、俺よりはる、うん、かに年上だけどさ。うん、やっぱりね。ぜひやってあげてほしい。ちなみに、大行逮捕したのは、東京地検なのかな大阪地検。大阪地検じゃない。大阪地検ですよね、多分、うん。大阪、だから大阪と、 あのタッグ組んでやってるわけでしょこれちなみにあのー、谷口さんっていう逮捕された宿役員の方は兵庫県西宮市にお住まいではいいところにいいところじゃないですかー西宮のどこかな芦屋ではないあたりにねサラリーマン役員って感じはするけど関西ではトップクラスの町でございますよこれはまたでも西宮のね阪神側なのか阪急高等遠側なのかで、ね、またあるんだここ ヒエラルキーか JR より北か南か丘の上かっていうどこだったろうなあ俺たちみたいに関東の人間にはわかんないけどさあその辺はさあ私西宮住んでたことあるんでうんなのであの辺りのね雰囲気わかりますよああ、ほどなんか写真写っよね近くの何か普通の一軒家やったからちょっと使いそうだなったよまあそれね 執行役員ですから、普通の。そう。うん。めっちゃ、その、なんだん、サラリーマン、ね。うん。普通のさ。うん、まだ、あ、大丈夫だやさんこれこう、まだ執行猶予になるやん。これだけな。大丈夫だ、大丈夫。でも、本間さんも一応執行猶予なるからって言われてませんでしたっけ。っ だいぶ前ですけど。言から本間さんがね大丈夫だいぶ執行猶予なるからってあのここのこの高橋大鵬ネタからも数十回とネタにしてその度に突っ込もうと思ったんですけどちょあなたも弁護士からそういうふうに十五六年前に言われたけど実刑だったよねっていうだからあんまり本間さんの執行猶予になるから大丈夫だよちょっと信用がなんかできない <laughs> いいまち説得た <laughs> 多分それ聞いてあのー、谷口さんとか安心できないと思うあっホンてんだ大丈夫だーって <laughs> お前だって思うよこれ <laughs> 前のさ判決の前の日さ、うん、弁護士とさ接見してさ「うん、あの明日は判決ですね」うん、うん、もう絶対大丈夫だと思いますよ」<laughs> ちっっい <laughs> もう僕はあの出婚用ちゃんとつくと思いますから、うん、弁護士あのもうね出る出る準備なさってくださいよ。すっげえ軽い感じだって。それはね、弁護士って身長の人多いから、そんなこと普通言わないだから、ほんと99.9%出婚用だと思ったんだろうね。若い人でさ、うん、これ出婚用だろこれって、ずっと言ってて。 でそれで祝いじゃなくなってどうなったんですか。何って言ってたんですか。いやだからで終わった後設計した、うんです。おかしい <laughs> おかしいマジでシクイじゃないんだって。あああ<ー>。おまさんどうします。この後最高裁に上告するって言ってもありますけど。 最高裁にこんなチンケな話お前上告したって通るわけねえだろ <laughs> そしてそれもめてる間にどんどん交流されてるから結局一緒やんっていう話になりかねないからね、はあ、まあですからねもちろんそういう意味では武田出押、はい、武田元会長招致の段階からこいつが引っ張ってこれたらね名実ともに TT コンビダブル t が高橋の T と 武田の t で、これがですね、m につながるわけですよ、森に。だって、このもう浦川は。森しかいないだろう。まだバリアあるのかな。高橋武田。うん、後、だから、森に具体的に、どう金が流れたかっていうのは。噂は山のようにあるけど。噂は山のようにあるけどね。 でも具体的に本当にどう流れたのかって、うん、どうしたって必要だ、うん、ただまあ森江もあの絶、ー、下事件で辞めるまでは組織委員会の会長だったわけでうん、うん、みなし公務員だったわけだよね、うん、でもう100万でも200万でもこの際もし金が流れていれば、うん、まあそれで引っ張られるってあげたらってあげたらっていう話で、うん いや、それはやってほしいよね。あの、本当にじじ私は一戦ももらってないんだ。みんなの願いです、それは。もう、森谷氏の逮捕。森谷氏逮捕。もう、20年ぐらい前からのもう悲願ですよ。ね、そもそもあの人、総理大臣になったときかおかしかったからね、小渕さんが倒れて、なんか密室で、次の後継者は森にぽっくりっていうふうにこう。 っ,たってああ、okay、そんなわけないだろうっていう <laughs> でそれで総裁選なしで「へへ折総理大臣」って言ったらいろいろ失言して分けて支持率9%になってはーあいやほまあまあそれはだからちょっと楽しみだよね楽しみだよでそのためのホップステップの武田だよ武田そうそう武田動きあるっていうね感じなんですよ ちょっと,としよ,し,よしかしあの朝日が気になってこと書いてたんですよね「広告一社だけで終わらない」っていうまだ他にあるうんなんか広告会社他の広告会社がどうたることだらとかって何かいやここでさ突然のサイバーエージェントとかでびっくりするけど。 関係ないだろうサイバーエージェントはこれはないとまあだからほらあと JR 東日本企画ってうそ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 うとかは <laughs> 実際にね実際に業務委託してたわけじゃんまあだからあと大手といえばすごいオタッキーの話になりますけど、うんえー、JR 東日本企画でしょで、えー、東急エージェンシー読売広告あとアイレップとかオプトとかあるけどこの辺りも関係ないだろうな うん、まあ渋いところでいくと DAC デジタルアドバタイジングコンソーシアムでもこれ電通の子会社だったと思うからなうん、うん、あ違う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 うこれあの箱ほどだ履く箱どだこっちは、うん、そっちはあのメディアリップだから関係ないかな、うん、関係ないなでメディアリップっていうのは何なのかとかって説明になってくるとどんどんおタッキーな話になってくるでも、まあ、メ,メディアを買う買う会社、うん、とメディアの時間を買う会社 東急エージェンシーは、あのピンハネ中抜き疑惑にはかかったからね、日当30万円とかの中で。そうそうそう。うん、そうなんだよ。だからまあ、なんか、もう一日は出てきても、まあおかしかねえけど、うん、いう話なん読売広告の大株主は何なのかというふうにですね、えー、私、調べてみました。調べてみたんですよ。 うん、今あれ博報堂のあれになってる博報堂になってます <laughs> うんっうこと予備売り広告がはげられても博報堂かあら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 ちょっとちょっと本間さんね江戸の敵を長崎で撃つ時がだんだん近づいてきましたようん,うんそれで昨日執行役員が逮捕されて、うん、代行すぐにほら プレスリース出しましたね。セムチェんってっていいう,う,う,うん。白報道出してないんだ。白報道、今からチェックします言われると思ったんで、IR 情報とニュースを今からチェックしますね。<laughs> えーっと、まず、コーポレートニュース。うん、9月21日で止まってますね。ーえーっと、IR。8月22日で止まってますね。 親やや子会社ですよ。ね子供の責任をいたしたのに親が何も言わんのか「んお前は電通か?」っていうふうに言いたくなりますねこれどうねうんあまりよくないねあまりよろしくないじゃないですかああもう親としての自覚がない自覚がないのまあ電通に対抗するために読み子とかねいろんなとこ買いすぎてね なんかあいつ俺の子だったっけみたいなもうそれだっていうそういう感じになってるのかもしれない <laughs> これどう一般の会社だったらどういやダメでしょ私あちょっとね一応ちょっとあんまり言わないんですけど皆さんこんなふうになんか面白い会社チャランポラに喋ってますけど私上場企業の監査役やったことあるんですよ白鸚よると <laughs> ちっちゃいところですよ 子会社がなんかやられたと。で親会社って黙ってていいのこれいやの例えば、ちょっと出資しただけ、10%出資した、うん、5%出資した。これね、<laughs> まあまあ、大きい問題にならなかったら、まあ無視ですよ。うんね、で、株主総会で質問されたら、あ,あ、すいませんでした。ただし株主には影響はありません。っていうんですよ。だろうかの 今回まず大きい問題か小さい問題かとかめちゃくちゃ大きい問題になってますよね。これでもかっつーぐらいでかい問題ですよ。で、その上で株の比率は100%ですよね。これもう一体です。うん、やっぱりはい。なので。それはね、出身者、こ館出身者が大根の社長やっ,た <laughs> やってるの一体じゃないですか。ってことは、これもう自分のことだと思って発表しなきゃだめですよ、これ。あらーん。 あの監査役だったらそれぐらいの感覚でいるんじゃないかな誰だよ監査役ちょっと箱尾道チェックしよう <laughs> 箱尾道の役員ホームページやべえなおい箱尾道もあ監査役あ監査役は誰だこの5人西村治っていう人がやってますね上勤監査役あと今泉俊幸さんっていう人がやってますね なんか私全く知らないんですけど、ちょっとこれあのお仕事的によろしくないと思うんですけどね。どこれやらないとダメですよ。なるほどね。うん。<泉>しかも今泉さん博報堂の株ちょこっとだけど持ってるじゃないか。<laughs> ダメじゃん。ちゃんとやらないと。西村さんもやってるじゃん。<laughs> <ー>どちらもあの博報堂叩き上げです。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。それ<え>その人たちさ。 えー、西村さんって俺知ってる西村修さん、えー、西村修さん1983年博報堂入社2012年同執行役員2013年同執行役員株式会社博報堂 DY メディアパートナーズの執行役にもなってっていう方ですよは<ー>あちょっごめんちょっと待ってちょっと待って西村さん大根の取り調べもやってるぞ <laughs> やってた正確にはあ あ、違うかな、このマイズミっていう人。と、これちょっと顔が出ないんで、わかんないけどさ。なるほど、知り合いの可能性もあると。うん。うん、<coughs> えー、まず西村さんのお写真を送りますね。すごいなはい。<laughs> よくそんな写真すぐ出てくるんだ。はい、もう、もう、ずーっとこの番組やってますからね、検索スキルはだいぶ上がりました。はい。この人。<ー>この人、西村さん。らしいよ。これは。知ってる。 いや、違うな。知らないな。この人知らない。知らない。うん、知らない。じゃ関係ない。多分多分知らん。うん、西村さんは知らんない。いやあ、ちょっと個人的に熱くなってきたのですね。博報堂に行くのかどうか、全くほとんどの人はこれあの盛り上がってないと思うんですけど、私的にはこれ博報堂に行ったらもうフルコンプリートですよ。<laughs> そう。 読み子に行っても博報堂だしねそうなのはいというわけでこれ狙ってるのはですねえー、次は武田だと思います JOC 武田ねいいねそしてその先にいる森谷素人うんいやいやいやなんかそろそろ武田逮捕とかってニュース出てないかうん、ね、ちょっと武田で検索しまたいだう、うん、武田常和えー、逮捕の話は今のところは出ておりませんね白です <laughs> うん白です疑わしきは罰せず大変人権意識にあふれた番組ですからあ、はい、でもこうやって見てるとあれだ落合さんってさ赤堂、うん、のまだ執行役員もしてるんだね<ー>うんじゃあなおさらやばいじゃねえかよおい <laughs> <laughs> なおさらやばいよあやばいかな。 なるほど、アアちょっと電通の血入っちゃったんじゃないこれオリンピックに関わっちゃった。多少はあるかもしれないね。主、ねうん、交われば赤くなる君子、危うきに近寄らず理科に冠を立たさずということで、えー、そんな感じですね、今日も。うん、はい、えー、そういうふうにならないためにもですね素晴らしい本があるんですよ。 ねうん、本間さんの東京五輪の滞在をもう東京五輪という言葉を見るだけで永遠がちょうな気分になるそんな本をぜひ買って読んで本間さんを応援してほしいなというふうに思います、うん、なわけで今日も読者チャンネル登録といいねよろしくそれではどうも電通と戦う本間龍さんはですね、えー、なかなかメディアラジオいろんなところに呼ばれないんですね で本も広告がががされまませせんん皆様のがないいとと続けていくことができません今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ本間さんの本を買ったり、カンパよろしくお願いします。現金もクレジットカードもどっちも対応します。よろしく、今日も読書。それでは。